YouTube をご覧の皆様、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業三つ崎です。本日ご紹介させていただきますお車はこちらになります。はい、こちらの車、新車ハイエースワゴン GL ガソリン4駆で、内装がフレックスオリジナルの内装仮想バージョン1、こちらの車ご紹介をさせていただきます。でしたら早速外装からご紹介させていただきます。まずこちら、ガッツミラーボディと同色パールホワイトで塗装済みとなっております。で、一番下見ていただくと、こちらがフレックスオリジナルのデルフィーノラインのフロントスポイラー、こちら今回取り付けさせていただいております。で、今回のお車4駆になりますので、ローダウンは1インチとなっております。なので純正よりも 2.5 センチぐらい車高下がっております。で、足元見ていただくと、こちらがフレックスオリジナルのオーバーフェンダー、こちらもボディ同色でパールホワイトで、タイヤホイールですね、グッドイヤーナスカータイヤとフレックスオリジナルのデルフ02、こちら17インチのセット今回取り付けさせていただいております。で、リアですね、こちらの方にデジタルインナーミラーのカメラであったり、でフロントにももちろん4点ついてるんですけれども、リアですね、コーナーセンサー、インテリジェントクリアランスソナーのセンサー4点ついております。で、ワゴン GL になりますので、片側が電動のパワースライドドアで、反対側に小窓が1枚の設定になります。ですらバージョン1内装こちらになります。はい、もちろんシートにはシートカバー、フレックスオリジナルのシートカバー全席取り付け済みなのと、こちらフレックスオリジナルのフットパネル今回取り付けさせていただいております。で、内装仮想の車両になりますので、フローリング施工であったり、後ろにベッドキットでテーブルなんかも取り付け済みのお車となっております。で、今回カロッツェリアの10インチのフリップダウンモニター取り付け済みです。で、フロント同じくカロッツェリアで7インチ製のナビ取り付け済みです。で、バック入れていただくと、バックモニターとパノラミックビューモニターの両方の映像を映し出されます。で、こちらがデジタルインナーミラーですね。で、まあステアリングのスイッチであったり、助手席のエアバッグ、100ボルトコンセント等々も装備済みのとなっております。いかがでしたでしょうか。フレックスで大人気のバージョン1内装仮想のお車、南大阪店入庫してまいりましたので、気になった方はぜひ南大阪店の方までご来場、お問い合わせのご連絡お待ちしております。では今回はこちらで以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。